異世界に召喚されたら女戦士たちに愛されて魔王を倒す冒険に出ることになった。はあ、まじまじ語るな。なんかイベントないかな。魔法陣なんだここどこおめえが魔法陣作ったんだろうが。アババ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 名前もアババババってなるのおかしくねえか。お前もかいの、一体なんだ、何が起きたんだ。アバババババの、なんだそれは。俺何を思った。ああ、言葉が通じてないってことね。なるほど、びっくりした。なんかみんなさ、気狂ってんのかと思ったら、ううここ一体。勇者様、お気づきになられたのですね。勇者様、ご機嫌うるわしゅ。勇者様、お体痛くない。言葉がわかる。飲まされた薬のせいか。君たちは一体ここはどこなんだ。ここはリットデルのお城です。勇者様、お願いです。私たちは一緒に魔王を倒す冒険に出ていただけませんか。召喚に応じた勇者様なら必ず魔王ハイデルンを倒せるのよ。どうか私たちに力をお貸しください。俺が勇者、それに魔王。そうか、俺は異世界に召喚されたのか。お目覚めですか勇者様。国王陛下がお呼びです。どうか謁見の間にお越しください。勇者よ、目が覚めたか。驚いたぞ。まさか3日も目を覚まさないとはな。あんたが俺を呼んだのか。ほう、よう相手に臆さず喋るか。気に入ったぞ勇者よ。俺はただの高校生なんだけど、いきなり魔王を倒せ勇者と言われてもな。何を言う勇者よ。お主の右腕には勇者の紋章が宿っているではないか。その力があれば必ず魔王を倒せる。どうかこの世界平和をもたらしてくれ。紋章？右腕？俺の右腕に何か印が刻まれている。これは一体？その紋章こそ勇者の証。さあさあ、魔王を倒す冒険に出るのだ。そんなこと言われてもな。見つけたぞ勇者。トントン拍子に進むな。魔王様の手を煩わせなどさせぬ。この場で私の牙に貫かれるがいい。もうウルフが出現した。理由1。何これ。勇者っていう項目あるんだけど、これ何。まあ、勇者の能力は魔人剣、どっちなんだ。勇者なのか魔人なのかはっきりしろや。まあそうだな、まずは闇の力じゃねえかお前。勇者なのに闇の力使うの。4592。あ、なるほどね。もう いきなり99999みたいな、あのなんかバカが考えたみたいなダメージにはなってねえんだな。ちゃんと闇の力で進歩だ。お前闇じゃねえか。だから闇サイドじゃねえかよ勇者なのに。まあ、勇者っつったらもう光属性なんじゃないの普通は。闇の力も全部闇の力じゃねえか。おい、こいつ本当に勇者なのか。まあ、異世界転生者だからね、勇者っていうよりは。正確にはね、テラヒール。全回復できる。4153回復、全回復。へぇ、伝説の勇者だけが使えるんだ。ってことは俺伝説の勇者なんだな。って言ってる間に TP が溜まるかなと思ったけど、全然溜まんねえから、ちょっと自分で防御して、自らちょっと TP を貯めに行くわ。なんか敵の攻撃食らってもさ、 TP 溜まらないんだねこのゲーム。なるほど。じゃあ自分の行動でだけ TP が溜まるっていうシステムなのか。じゃあ魔人剣を使わせていただきますが、伝説の勇者的が使える闇の必殺技、龍ちゃん魔人剣を放った。12000。なるほど、結構バランスちゃんと取れてるんだ。意外とね。なんかこの手のさ、バカゲー RPG だったらさ、いきなりなんか致死量のダメージ当たるかなって思いきや、ちゃんと流暢勝利500の経験値。デモンズランスキヤー。ユシ様が魔物を倒したわ。国王陛下、ご無事ですか。城内に魔物の侵入を許しました。どうかお隠れになってください。ほう、騎士団長よ、その魔物とはこれのことか。はっ、そいつであります。これほどの手だれの魔物を誰か倒したのでありますか。それはこのものであるな。なあ勇者よ。まあ俺だけどやらない方がよかった。お前が噂の勇者、三日も目を覚まさない弱者だと聞いていたが、たった一人でこれほどの魔物を倒すとは、国王陛下に免じて貴様の力を認めた。あるある、なかなか認めようとしない生意気なやつな、現れるよな。そういうことなら次はお前が一人でやるよ。貴様やめよ騎士団長。皆の者、これが勇者だ。勇者なら必ず魔王を倒せる。さあ勇者よ、魔王を倒す冒険に出るのだ。勇者に栄光あれ。勇者勇者勇者。何か手決めてんだよ。やるな俺だっけ。はあ、かったら。このちょっとシャに構えた感じがもうマジでうらつくんだよな。どうして異世界転生ものの主人公でみんなこうなんだろうな。なんかシャに構えてんだよな。魔王を倒せって言われてもな、魔王なんてどこにいんだよ。勇者様、お待ちしておりました。勇者様、どうか私たちを魔王を倒すためにお供させてください。私たちも魔王を倒したいんだよ。君たちはよかった。俺は魔王がどこに住んでるかもしれないんだ。俺のために一緒に来てくれないか。はい、私たちにお任せください。はい、勇者様の力になります。はい、私たちも一緒だよ。絵に描いたようなハーレムもの。もういいんだよ。死ぬほどアニメで見てきたんだよこの展開よ。ここが魔王城、天井の魔法で2秒でついたな。風情とか興味ない感じ。勇者様、この扉の向こうが悪しき魔王の根城です。勇者様、どうか私たちに勝利を。勇者様、魔王を倒したいよ。リラックス、体の力抜いて気楽に行こうぜ。さあ魔王倒しに行こうぜ。
あー腹立ってきたなマジで。なんでさこの美少女たちに囲まれるんだ毎回毎回さ、異世界転生者はよ。なんてまごまごしい闇の世界、これが魔王城、心が潰れそうだよ。何も感じないから気のせいなんじゃない。はい、イス様、気のせいです、気のせいです。なんで頬をあからめているんだお前らは。惚れるまでが短すぎるだろうがおい。なんでチョロインしか出てこねえんだよおい。もう昨今のゲームさ、まあゲームだかアニメだかもう全部これじゃねえかよ。もう俺はさ、いい加減ヘキヘキとしてきてるのね。どうしちまったんだ最近のアニメは。忘れちまったのか、努力、友情、勝利のさ黄金比は。なんかさ、気づいたら寝て目が覚めたらさ、周りに美女に囲まれててさ、周りからチヤホヤされて、何の努力もせずに手に入れられる無敵の力。もっとさ、感情移入できる感じでさ、最初は弱くて、でも努力して訓練して、それでも勝てなくて、それでも負けてしまう、でもそこで諦めずに頑張り続けて根性出して、ああいうのはなくなっちゃったのかい。ジャンプの友情、努力、勝利の黄金期はどこへ行っちまったんだ。よくないと思うよおじさん、そういうのはね。な、聞いとるかリュウジ、お前のこと言ってないぞ。だいたいさ、なんで異世界転生者でみんなさ、こんなさイケメンに必ず宣伝する。なんだこの装備は、なんだこのステータスは。勇者が闇の装備つけるなや。だからですって。なんな、勇者って何だから。ねえ、このさっきから出てくる項目の勇者って何。ここのさ装備の項目でもあるし、ここのこれも、お前らもまさか勇者持ってる？あ、持ってないんだ。お前らは必殺技なんだね。あ、魔法。魔法、必殺技、勇者。だ、勇者って何なの？お前らは、お前らも勇者装備できるんだ。あ、お前らも勇者装備できるんだね、勇者じゃないのに。へぇ、勇者って何なんだろうな。なんか哲学みたいな話になってきたな、おい。なんでここ？あれ？あ、ワープしたのか、向こう側に。てかさ、これさ、別に戦闘いらなくね。雑魚戦の意味ないよねこれね。なぜか知んねえけどさ、魔王女なのにさ経験値20ぐらいしかくれねえし、どいつもこいつも。しかもこれ一方通行なんだこのクリスタル。あ、じゃあもう行くしかねえんだ、戻れねえんだ俺。なあ、てかさ、このさ異世界転生するやつらに物申したいんだけどさ、なんでみんな異世界転生するとさ決まって、なんかこんなさイケメンでさ高身長でなんかスラッとした感じの、なんでみんなこんなイケメンになってくるんだよ。なんだお前ら、食べちゃうぞ。なんだこの3万、こいつえぐい。HP がえぐいわ。そしたらまあ使うか、この辺をな。じゃあ初めてお前らの必殺技も使っていくか。なんかさ、光属性が効きそうじゃない？セインとスタ、この辺がさ、ゾンビだから効くんじゃねえのか ?3900。そしてこの子たちはもうゴミ。この子たちはもう全然戦力にならない、肉の壁にしかない。あやめー、あやめちゃーん。おいリュウイチ、お前何してんだバカ野郎お前。あ、ちょっとあやめちゃんが死んじゃったよ。これどれが一番強いんだろう、ジャッジメントかな、一番これ使うから MP。 ちょっとあやめちゃん助けてあげて。ちょっとコンちゃん、コンちゃん、あやめちゃんを、どれだ、あやめちゃんを、あれ、もしかして戦闘不能以外、え、もしかしてあやめちゃんをもう復活させる手段はない、あやめちゃん。あやめちゃんがもう無理なんだね。なるほど、もう二度と帰ってこないんだあやめちゃんは。ちょっとこんちゃん龍一を、ちょっとちょっと気に食わないけどしょうがない、この際しょうがない。あ、てかそういうことな、伝説の勇者だけが戦闘不能を回復することができるんだ、だから俺は必然的に感謝されるんだな、奇跡なんだ。現実世界と一緒で死者を蘇らせるのは奇跡なんだね。でその奇跡を可能とするのは伝説の勇者だけなんだ。あー腹立ってきた。ふざけやがって、どれもこれも勇者限定かよ。なあ俺さ、あの騎士団長みたいなさ、ああいうキャラがあれなんだよな、現実的だと思うんだよ。なんでどいつもこいつもさ、ポットでのなんかよくわかんねえ何ヤサ男、こんなさヒョロヒョロがさ筋肉ついてるわけでもない、こんななんかポットでのやつが急になんかもてはやされて、でそれになんかさいけすかみたいなさ、俺は認めんからなみたいなやつ絶対一人は出てくるじゃん、この手のアニメとかに。でその手、そういうやつらって結局なんか目の前ですげえこと見せつけられて、分かった、認めよう、認めざるを得みたいな感じになってさ、ようやく認めてくれたか、俺もお前のことを勘違いしていたようだとかなってさ、謎の友情が生まれたりするじゃん。くっ
ソくらいヘドが出るんだよむしろ現実的に考えてみろ、そんな奴らばっかりになるはずだぞ。なんで一人だけしか出てこないんだよ逆になんでお前たちは無条件に勇者様にすり寄ってくんの、どっから来てんのその愛情は。殺し気のことで膝をつきません、まだ戦えるなよ。わかった、俺が疲れた、次の回で休憩を入れよう。はい何なんだよだからこれは、なんでアガペなのなんで無償の愛が働いてるのこいつらにはみんなさ、俺が異世界転生してポットで異世界転生してくるじゃん、ポンっつって、でポンって出た瞬間にさ、勇者様ってなるの、なんなん全体なんだこれ強すぎるだろ、いい加減これも全体なんだあのさ、ごめん言っていいかな、お前ら帰れマジで無駄に被害を広める必要なくないか、お前らもさ無駄になんかさ死の恐怖を怯える必要なくないか、な意味ねえぞ来てもマジでこいつがなんかさ小指でさパチンってして終わりなんだから、この辺で遊んでいこう、ベッドは一つ、なんでベッドがあるんだそもそも、俺は床で寝るよ、君たちはベッドを使いなドン、うわどうしたの、私だけでベッドを使うなんて許せません、ユス様もベッドに入ってください、ユス様と一緒に寝るんだよ、これ貼ってもやつか、いい匂いだ、何もかかられないんだ死ねそのまま死ね、よく眠れたね、疲れは取れた、はい、でもまだ一緒にいたいです、これからもずっと一緒ですよね、毎日ギュッとしてよ俺も君たちは一緒にいるよ、約束だ。あのさあのこれがどれだけおかしなことか現実世界と照らし合わせて考えてみ、もし仮にこれが現実世界でこういうことが行われたとしましょう、もう確実に金が働いてます、もう裏で絶対金が動いてますこんなもん下心なしにこんなことになるわけないんだからな、お前の、まあ、あお前ら出てこなくていいからもう意味ねえからお前ら戦う、なんだこのエンカウント率の高さはあのさ、確実にお前自身が好きなわけじゃなくて、お前の後ろにある金だとか肩書きだとかな、地位名声、そういうものに惹かれてるのね、この女の子たちは、っていうのが現実世界だよな。ところがどっこい、なぜか異世界転生で現れる女の子たち、ハーレムの一員たちは心の底から勇者様に心酔してるわけ、あれは何あれは何の力が働いているんだい貴様が勇者か、魔王様の元へ向かわせる、我が命に変えても貴様を切り刻んでくれる、ヘルバトラーが出現した、また女の子死んじゃうみんなガードしてお願い、もうお前たちが傷つくところを俺は見たくないの、このリュウイチのせいで、このリュウイチが連れていくせいでな、お前らがな悲しむ、あの顔が歪む、顔歪むのもう俺は見たくないわけ、全体が良く、まあ、でもそんなことしてたらでもターン数がてかあれだな、テンポも悪いし、やっぱりもう耐えてもらうしかねえや、何のために来たんだこの子たちはな、結局なんかさ、リュウイチを喜ばせるためのさ、あのリュウイチ喜びたいなあ、どっかの国のさ、あの北の方にある国のさ、喜ばせたいだっけ、喜びたいだっけ、喜び組かあれと一緒じゃねえかよ、お前は、お前らは何、リュウイチのテンションを上げるためだけに存在してるわけ、そんなことでいいのかお前らなあ、もう一度自分のこと考え直してみろ、お前の人生それでいいんかなあ、あー危ない、エリンちゃんがねえ、もうラチが開かないって、帰ろうって帰りましょう、だってこんなことしたって絶対意味ないしさあ、じゃあ100まで貯めてスピンクラッシュ打てばワンチャンあるか、100まで貯めれば、100まで貯めれば何か変わるかもしれない、あてかあれか、この子に関してはウェポンブレスでリュウイチだから、コンだけはいる価値があるかもしれない、コンだけは、まあでもコンもな、あのバフかけたらガードが解かれるからこれも死んでしまいますね、えリュウイチがリュウイチがさ止めるべきなんだって、絶対についていきますって言われた時にあの断んなきゃダメ、ちゃんと、だってついてきたってこの子たちやれること何にもないんだもん、あお前が殺したんだからな、リュウイチ、お前が殺したぞ今、お前が連れてくるから殺した、こういうことになるんだからな、お前のせいだからな、反省しろよお前なあ、あーでもなんかこいつな反省しなそうだよな、この見た目な、おいなあこの感じな、ついてくるのが悪いとか言いそうだよな、平気にな、こんなこいつなそしたら防御させて、いやでも違うか、そういうところだけなんか急にイケメンみたいな性格になるんだよな、あの手のアニメって、僕が殺してしまったんだみたいな感じでさ反省してさ、でも大丈夫僕はこれがあるからっつって、なんかしない、とんでもこういうなんかインチキ魔法を使って、これであれ私たちは死んだはずでは、
僕が蘇らせてあげたんだよみたいな感じで、奇跡よ、奇跡だわーってさ、あー腹立ってきたマジで、もうもういいや、もう喋るのやめよっかな、もう実況するのやめよっかな、なあおめえがなんかさ、ずっと見てきてんじゃねえ俺の方よこの野郎、何笑顔になってんだこの野郎、グワー、魔王様に勝利を、魔王様万歳、はっ、あはあ、テラヒール、あ、怪我が治っていく、体に力がみなげる、痛いの治ったよゲームなら次は魔王戦だよ、キャラゴに行こうぜ、次が魔王との戦い、イス様と一緒なら私たちが勝つだよ、うん、私たちがっていうかもうお前ら帰れマジで俺一人いれば勝てるからな、逆にこの後魔王様に勝ってほしいもん、俺勇者いじめてほしいもん、でクソやっぱり努力しないと修行しないと勝てないのかみたいな感じでさ、真面目にそれで心入れ替えて修行して、修行し直して人間的にも成長して、それで好きになるんならわかる、だったら許そう、ハーレムものでもな、でも俺ハーレムものって好きじゃないんだよな、だってさ絶対一人はさ不幸になっちゃうじゃん、それが分かってるからさ見れないんだよな俺ハーレムものって、なんかさ全員と仲良くなり続けるの無理じゃん、絶対どっかで付き合うんだから誰か一人選ばなきゃいけないんだから、その時にさ残りの二人がさ、もっと言ったらなんか5人とか6人のハーレムものの兄もあるじゃん、残り5人が不幸になるんだよ、あんなにいい子たちが、俺それがあって見れないんだよな、あれもどうでもいいんだけど、そんなことはさあ俺をいたぶってくれないか勇者よ、我が玉座にたどり着いた人間は初めてだ、私の前例を見せてやろう、闇を集まれ、世界暗黒に沈めるのだ、あーダメだこの流れ、この感じだと多分ダメだ、これリーチに勝てねえわもうまたかよ、もう最後までか、もうやめ、もやら防御しとけでもやっぱそう考えるとさ、いかにさ非現実的かっていうのがよくわかるというか、まあだからこれってまあ非現実的、まあ現実じゃ絶対ありえないんだけど、そのなんかもうなんて言ったらいいのかな、もう夢だけを詰め込んだみたいな、そういうものがハーレムものであり、だから異世界転生ものなんだろうな、もう非現実のなんか、でも絶対現実的にありえないんだけど、でももしこうなれたらいいなっていう、そのなんか夢を詰め込んだもうみんなの夢を詰め込んだのが異世界転生ハーレムものなんだろうな、だってそもそもハーレムもの単体だけでも現実的にありえないことなのに、そこにあの異世界転生もの、異世界転生したらなんか俺無敵になってました、世界最強になってましたっていう、もうそれに加えてハーレムものっていう2つの夢を詰め込んでるわけだから、もう人類の夢なのもうこれはね人類の夢なわけ、まあだから、まあだからなくならないんだろうねこのジャンルはね、でもさ昔はなかったじゃん、だからやっぱり昔の方が現実的だったんだよなそのありえないわけだからさ、昔の方がちゃんとさこう努力して、てか強くない、ちょっと大丈夫、ワンチャン負けね、まあさすがに負けねえか、まあだ強まあさすがに負けんか、てかこいつあれだ、 HP いくつなんだ、あれ HP ってさ今までのやつらはさ全員出てきてたけど、こいつは HP 表示されない、まあさすがにラスボス戦だからってことか、そのなんか申し訳程度のなんか RPG 要素はちゃんとしっかりしてるんだなでもさコンセプト的にさこれ絶対勝てるはずなんだけどな、今更なんかその RPG 楽しむ感じの要素入れられてもみたいな、それ今更入れられてもね、焦ってもう今までなんか十分に破壊してきてるんで、その RPG 要素的なものをね、絶対に負けないはず、もうダメージ受けなくなったんだけど、なんかあれちょっと待って、ダメージを受けた、こいつ戦いの中で成長しているだとおい戦いの中で成長している、いや違うか、いやもうダメージ受ける、ほらもうダメージ受ける、あ攻撃はダメージ受けるのか、いやもう負けんやろ絶対にこれっていうかお前のせいであの3人死んでるからな、女の子な、可愛い女の子3人お前殺してんだからな、お前があの何も考えずに連れてきたせいで3人死んでるからな、そこに対してお前は倫理観とか働かないわけな、どうせあれだろ、お得意のさこのリザレクションこのリザレクションでどうせ全員復活するからいいやみたいなさ、もう倫理観がぶっ壊れてんだよこいつな、どうせさ蘇らせるから、どうせ俺は全知全能の神だから蘇らせればいいんだよあの子たちもな、別にっつってあのこう蘇ってもまた殺されて、蘇ってもまた殺されて、どんどんなんか永遠のこの苦しみ、死の苦しみを何度も味わわされてるこの女の子たちの気持ちは一切考えないんだよなこいつは。リュウチャジョ勝利、我を負けるなどバカな、闇を世界を滑る魔王が人間に負けたのと、勇者勇者勇者、
これが魔王雑魚だな、カッタル。あのな、この魔王様にどれだけ苦しい目に遭わされてきたか、どれだけ家族が殺されて、みんなが苦しい目、悲しい目に遭って、どれだけのことがあったか、その気持ちを全部無視する機会。はあ、魔王に勝てた。はあ、勇士様、これで世界に平和が訪れる。はあ、はあ、勇士様、最強なのよ。魔王も出して私の後ろ帰るか、カッタル。やべえ、ぶん殴りてえこいつ。勇者よ、こたびの魔王討伐ご苦労であった。この世界に平和が訪れる。皆の者英雄に拍手を。勇者様素敵、勇者様平和をありがとう。勇者よ、お主なら魔王を倒すと信じていたぞ。この手のひら返しだ。勇者様、あなたに会えて幸せです。勇者様、私を冒険に連れてくれてありがとう。勇者様ずっと一緒だよ。さあ勇者よ、そなたには褒美を取らせよう。何でも言うがいい、そなたは世界の英雄なのだ。あーマジで死なねえかなこいつ。ねえあなた、ベッドだと。いい加減にしろや。ねえあなた、今日はあなたの好きなカレーライスよ。あなた、あなた、お部屋の掃除終わったよ。みんな、明日は結婚式だよ。これでずっと一緒だ、約束だよ。おめでとうございます、ゲームクリアなのかよ。伊勢川に召喚されたら、女戦士たちに愛されて魔王を倒す冒険に出ることになった。だからさ、伊勢川だからって一夫多妻制が許されるみたいな。うん、ええ加減せよ。努力しろ、もっと。人生で宝くじ買ったらいきなり一等当たりましたみたいなこと言ってんじゃねえぞこの野郎。はい、ということで異世界に召喚された女戦士たちに愛されて魔王を倒す冒険に出ることになったでしょ。この風潮なくそうマジで。まあ多少はいいと思うよ、多すぎるんだよ。多すぎないかこの展開、もういいよ。もう十分、ナロケはもういいじゃないですか。はい、ということで異世界はスマートフォンと共にでした。ありがとうございました。